けでギャン泣きした。ガチ親から聞いた黒歴史で黒歴史神経衰弱。この企画をすると言う前から、はい、アミカママにみんなの親からの黒歴史を聞いております。はい、はい、ママイト、はい、ママたちの集まりみたいな。ママイト、ママもアミカにもあるし、それをね全部ゆいちゃんに紙に書いてもらったので神経衰弱をしていくんですけど、はい、内容的には3チームに分かれてもらって、はい、聞いたらこれは誰の黒歴史ですって言って、はい、指名してその人前へ行きます、うん、でこれは私の黒歴史ですか、違うって言われたらこのカードはもうなし、はい、はい、なるほどな。正解やった場合自分の手元に持ってるので、そのチームにカードが追加されるという、はい、なるほど、なります。怖いよ。吐く。で、罰ゲームなんですけど、あんなあります。どう罰ゲームするの。罰ゲームが、一番手札が少なかったチーム、親に黒歴史多くてごめんね電話。いやいやということで、まずチーム決めからしていこうと思います。はい、このまま5人さんでグッチョッパーで、親にしか分からへんあれやから、グッチョッパーで分かれましょう。おおおおおおすげえ。お父さんとお母ちゃんや。そんな子供の記憶ないということで、チーム分けができたので早速やっていきましょう。やせーの、レイヤー。最初はグッジャッキーポイ。最初はグッジャッキーポイ。オッケー。最後、じゃあ行きますよ。はい、あいよ。どんな黒歴史が。行きます。怖い。学校から親の呼び出しが兄弟の中で一番多かった。うわ。兄弟やから。せーの、はい。生まれた時産婦人科で一番大きくてベビーベッドにパツパツでびっくり。パツパツだった誰。おもろ。はい、小6の頃友達と映画に見に友達と映画を見に行ってきた。見に行って帰ってきた際、うん、映画つまんなかったと言った。隣にいた友達がチケット代も払ったのにこんなこと言うのどう思いますか。号泣させた。うわー、うわー、これ最低。まあ、ちっちゃい頃やからゆえのな。最低か。まずは言うから。はい、次、2歳になるくらいまでピンクやイチゴの服を着せても可愛い坊ちゃんだねと言われていた。これも、うわー、これもやらかし、坊ちゃんでやらかしです。可愛い坊ちゃんね。なんでか、とりあえずこれからほい。なんじゃ長っ。役員の集まりで学校へ行くと今日ご子息はと聞かれて、学校へ行ったはずなので本人に電話すると、何どうしたのと明るい声、どこにいるか聞くと、今日は〇〇の映画初日だから今は映画館チケット買っちゃったからごめんと映画終わりに投稿。あれあれあれ映画チケット、こんなん分かるんでやめましょうよ。3歳の頃、いとこがいとこのお母さんのおっぱいを吸っていたら、そのおっぱいを横取りし、いとこを泣かせた。おっぱいを横取りしたやつがいるのか。エロガキがおる。いや、こんなん。じゃあ、端っことか行こう。3歳の頃、いとこがいとこ。おっぱいや、おっぱいや。こっちじゃない、さすがに。3歳の頃、いとこがいとこ。やばい、やばい。おっぱいこそ、また。3歳で父離れしてる。え、誰やろ。吟味していきたい。血の記憶はない。お前知らない。だってこれ自分が黒歴史出したとしても自分が1ポイントやからね。自分を指しても1ポイント。そうやな、俺はいいわ、やめとくわ。やめとく。じゃあお前行け。お、こっちゃん、俺いとこいないっすもん。お、行け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 。ちょむげちょむげ。3歳の時、いとこがいとこのお母さんのおっぱいを吸っていたら、そのおっぱいを横取り。も早口言葉これ。いとこを泣かせたのは僕ですか。この黒歴史は、まつくんではありません。おー、ゆいちゃんにはやめろ。この中でエロがけしてるんですね。知りたいな。誰なんや。絶妙に知りたいな、この。じゃあ、まずそのまま太郎です。よし。なるほどね。
お土産で高級な鰹節を買ってきてくれたので食べると全く味がしない。高級なのは塩分控えめなのかと思いきや原材料を見るとキャットフードだ。とか言ってこう。いいんじゃない。小学校3年生くらいの時、女性の先生にうん、You are sexy って言ってた。You are って言ってる俺。英語じゃん。わからわからマジでさ、カレンチ。小学3年生。カレンチ小学3年生やな。You are sexy。子供が何か食べながらテレビを見ていて、何を食べているのかと思ったら。シンプル。シンプル。シンプル。いやー、鼻くそ食べてました。僕も食べてますよ。いや、俺も食べる。あれって知ってた？都市伝説やけど、うん、あれって言ったらバイキンや。あ、人間ってあれなんで食べるかわかる？あれはその自分の免疫力を上げるため。嬉しいな。なんかバイキンみたいな。2から3歳の頃、地元の神社の仕事で行事で街中を歩き回り、もうすぐゴールになる直前、パンパンになった紙おむつが重みに耐えきれずズリズリ落ち、足首あたりに紙おむつがずれたままよちよち歩いた。かわいい。めっちゃかわいい。だからユンコマンと話すもんぞ。ユンコマンと話すもんぞ。かわいい。やばい、You are sexy。 You are sexy。 You are sexy。 長っ。あ、役員の役員のやつや。え、映画マンね。映画の辺やった。なんかその辺やった気する。あ、でも2個変やな。これやと思うね。行く。行こう。あ、全然違う。バツバツや。あ、バツバツマンや。バツバツや。バツバツベイビーや。くそやんな。それか。欲しい。個人的に欲しい。初めてのお使いでこっそり後ろから見ていると買い物ができて、お店の人に褒められたのが嬉しかったのか、くるくる回しながら走っている途中袋が破けて中身が飛び出してしまい、初めてのお使いやー。もうこれ自分のがええわ。あ、小学生低学年の頃、腹筋が一回もできなくて柔道の帯が七郎から昇格できなかったから。はい、行きますよ。はい、じゃあ奥。せい。お、鼻くそ。鼻くそ。鼻くそだね。鼻くそだね。行きます。鼻くそ。鼻くそベイベーや。自分？じゃあ鼻くそマン誕生や。鼻くそウマや。鼻くそウマ。鼻くそ。えらい。私えらい。これ誰の時が一番好きだった。子供が何かを食べながらテレビを見ていて、何を食べているのかと思ったら鼻くそだったのは、このからげ寿司はむしちゃんです。あー、鼻くそ。記憶ある？ある。お前全然ある。だからあれか、風邪ひかんねえよ。あー、一番大丈夫ですよ。楽しくなっちゃうよ。はい。小6の時、卒業式の練習で担任の女の先生に官庁とジェスチャーしてたらバレて反省文を書かされた。先生に官庁は反省文書かされるって、ちっちゃい頃じゃないんじゃん、もしかして。でも官庁ってすごいやん。小6って書いてある。不利な反省文。ジェスチャー、ジェスチャー、実際してないやろ。まあまあまあ、行きましょう。はい。あ、同じ。見た。えっ、ー、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 男の子っぽいな。あえて黒歴史だ。あえてね。小学6年生の時、卒業式の練習で担任の女の先生にカチャーッとジェスチャーをしたらバレて反省文を書かされたのは僕ですか？かもしれない。この黒歴史はバカバックンではありません。ゆいちゃんに配して。ありがとうございます。しゃべるわ。パパちゃん。あ、パパちゃん。あ、パパちゃん。パパちゃん。売ってなさそうな。パクミちゃんなる？ジョーカー。え、ジョーカー。あ、今回ジョーカーあります。ジョーカーはさっきのやつ、そう、発揮された分はもう一回遊べます。うわぁ、ちょっと見てくれ。あ、ヨセクシーやん。ヨセクシー。ヨセクシー。ヨセクシー。ワンちゃん、ワンちゃん。よし。ヨセクシー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 。こんちゃんが俺かパーボーしか出てこない。俺な気にすんねんな。まあ、男性ちゃん、さすがに。いや、まあ行くか。一回行っとく。行きます。あ、じゃあまだ引いたらいい。そうやね。ということで、よし。
小学3年生ぐらいの時、女性の先生に「うん、You're sexy」と言った先生に苦笑いされたのは僕ですか？高倉レディスは、こたつくんです。オッケー！ Yes！ これ言ったの？いや、言ってないんちゃう？ Let's go！ 高校生ぐらいの頃、帰宅後、最寄り駅の階段でスカウトされたと、やや不機嫌に言うと、何にてガールズバーで働きませんか？女子？え、園長じゃないですか？うわ、女子や、高校や、園長。おむつ、よちよちや。あー、うんこまや。あー、これうんこまや。ここが、ほら。そうやって、ちゃんと。で、ここじゃない？映画マン。あ、映画マン。ちゃうんか。違う、違う映画や。え？違う映画。違う映画や。違う映画か！うわー！ごめんごめんごめん。知らない！映画の中でやった。役員！これ何？これ役員の映画マン？はい、どっちでしょう？どっちの映画でしょう？どっちじゃない？どっちか？はい、どう？太郎なのかな、太郎社しかおらん映画イコールやけど、役員の集まりで学校へ行くと、今日はご子息はとから学校へ行ったはずの本人に電話すると、映画館にいて、学校来てなかったのは、僕ですか？太郎です。そんなにやった僕です。あの、映画館にいました。あ、覚えてる？太郎社の中で覚えてます。あ、覚えてるんだ。次、アミちゃん。なんか記憶力ないから。ここは、 あれ小学校の運動会の騎馬戦で敵の帽子を全部取り、一人だけ生き残っていたのを見て、何これ、すごいやつを生み出してしまった、すごいやつを生み出してしまったと思った。おお、バカママや、おもろい、かわいい、バカママか、親バカママや、親バカママや。え、ここら辺に行ってないかな。うん、あ、子供だ、やばい、やばい、そう、そうだよ、パツミちゃんやん、パツパツな、パツミちゃんやん。あー、これか、これやん、これだ、アミカじゃない、アミカ生まれた時めっちゃ大きかったって、アミカも。あ、確かに言ってたわ。兄弟一でかい、そうは言わろう、俺真ん中だね、マジかよ、なんか聞いたことある、あるよな。生まれた時産婦人科で一番大きくてベビーシットにベビーベッドにパツパツでびっくりしたのはアミカですか？アミカちゃんです。やばい、すごい、すごい、やばい、やばい。それは小6。ああ、え、これ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 、あー、ちょっとなんか書き方的に MC のお母さんな気すんねんよな、なんかと言ったってなんかおかしくない？そこまで分析か、すごい、ピンピンママいけ、真ん中に行ったら、うまっ。いやー、ちゃうかもなーけど、小6の頃、友達と映画に見に行って帰ってきた際、映画つまんなかったって言った、隣にいた友達がチケット代も払ったのに、こんなこと言うのどう思いますかって号泣させてたのは私ですか？ゆみちゃんです。あー、ほんとにー、お母さんの書き方を年取って、年感じて、年感じて、自分のかもしれんって言うんだって。カットフード、カットフード、これえんちゃん、これいや、実はカツオブシやわ、一番右奥カツオブシやわ、え、ちょ、カツオブシや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 、あ、じゃあ右奥やわ、これこれこれ、あ、あと違う、よちよちや、よちよち、うんこまえ、ちょっと右や、よち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 、うんこまえ、そいつが、そいつが、カツオブシや、よし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 、くさー、よし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 、こんなんやった思いではない、これ、よし、します。じゃあ、これみんなで行ってん、カツオの学校、カツオ節もらったよ、もらった、いいカツオ節もらった、で俺キャットフードやって気づかなくて、いいカツオ節もらった、でもあれってみんな当てはまる、みんな当てはまる、え、俺が渡した、私も渡した、カツオ節って言って渡したのはえんちゃん、うん、ちゅちゅちゅ、ってみんなで相談してみよう。みんなでなんかこれを解決しようよ。頼むぞ。お土産で高級な鰹節を買ってきてくれたので、食べると全く味がしない、高級なのは塩分控えめなのかなと思い、原材料を見るとキャットフードだったが私ですか？ではありません。おー、すごいよ、これなんか絵でもええやん、これ痛いな、ずるずるそこら辺だし、よちまちま、こいつじゃなかった、ジョーカー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 、もう、行きません、あー、あ、え、
騎馬戦。騎馬戦。ああ、隣や。MC タスクで。やったー。騎馬戦。ちょっと待って。MC の気がする。男子は、ね。俺、前。一番重量。俺も、なんならこうする側やわ。小学校の運動会の騎馬戦で敵の帽子を全部取り一人だけ生き残っていたのを見てすごいやつを生み出してしまったと思ったのはアミカですか？そのくらい歴史はアミカちゃんではありません。私一人で無線してた。自分が強いと思ってる。じゃあアミカ残った時期はあるの？残った時期はお前悪いね。早やれ。顔もやだ。どこか、はい、あ、当たった。昇進できない。僕から当てる。そう、だから柔道じゃない。あー、出しちゃった。小学生、小学生低学年の頃、腹筋が一回もできなくて柔道の帯が白から昇格できなかったのは僕ですか？はい、ハくんではありません。そうそう。おやや、あ、4から5歳の時にディズニーシーで迷子になり探していたらインディージョーンズのショーにインディに抱かれながら参加した。うまい。ドラマや。めっちゃかっこいいやん。主人公タイプや。めっちゃかっこいいやん。あ、2歳になるくらいまでピンクやイチゴの色を着せていた。イチゴ持っちゃうな。お風呂上がりに毎日全裸でリビングを走り回ってお兄ちゃんに怒られていた。はい、やったね。はい、ちょんぼですね。はい、やっちゃってんね。はい、やっちゃってんね。やったね。一回やってみます。ジョーカー。あー、まあまあ、ジョーカーは分かったというか。はい、先輩もね、こっち行ってないか、行ってない。学校が一番分かった。これも書き方がちょっとな。はい、学校から親の呼び出しが兄弟の中で一番多かったのは僕ですか？太郎くんくんではありません。いや、俺もなんか自分の気持ちだけど。私、ジョーカーあったからね。あ、なんかガールズバー。ガールズバー。おー、いけいけ、いけいけ。じゃあ、これあったり。これこれこれかな。これあったり。高校生ぐらいの頃、帰宅後最寄り駅の階段でスカウトされたとやや不機嫌に言うので何にって聞くと、ガールズバーで働きませんかやっては私ですか？お兄ちゃんではありません。じゃあ、お MC とアニコだな。ここ行ってみる。一回やってみる。これジョーカーやったんですよ。なんかこれ辺、こっちジョーカーやったよ。長っ。秋を見つけようという授業の宿題で、友達は落ち葉や栗を拾っていったのに、子供は登校途中で見つけた冬眠しそうな蛇を振り回しながら登校した。学校で手を蛇に噛まれ病院に運ばれ、俺も病院に呼び出し、学校から蛇を持ってくるんだと苦情が。これ自分でこの蛇出しそうだよな。バリオモール。いや、俺蛇エピソード3つあんねん。あ、じゃあお前これ言ったっけ。言ってない気がした。あ、これじゃ、これじゃ、ダメ。お兄ちゃんいる人やろ。山アミカやろ。風呂上がりに毎日全裸でリビングを走り回ってお兄ちゃんに怒られていたのは、アミカです。ロボレイト山頂。ロボレイト山頂。チーム戦じゃなくなってきてんねんな。やば。マーカー。これ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 。セラに初めての使い。あ、それ一応覚えた。なに。ここのスタイルどっちか。可能性あり。そのスタイル。ほほ、なんでも可愛い。初めてのお使いでこっそり後ろから見ていると買い物ができて、お店の人に褒められたのが嬉しかったのか、くるくる回しながら走って帰ってる途中、袋が破れて中身が閉じ散ってしまい、号泣したのは私ですか？違います。おまりの俺か。あまりだよ。俺かな。これとあれか。はにゃ。俺っぽいな。いちごパンツ。いちごパンツ。いちごパンツ。これやな。インディー。
えぇ、ー、インディー、誰や、入れ替えだ。てめぇ、たぶんそれかな。インディーでしょ。はい、インディー、これ素敵な箱に。インディーは男の子抱っこすると思う。え、マブダチ。でもインディーはそう、子供の頃にこれ、マジでインディーが手がヘビだけで動物への ヘビ。インディー4、5歳の時にディズニーシーで迷子になり、探していたらインディ・ジョーンズの超人で抱かれながら参加していたのは僕タロです。俺や。ヒーロー。俺はこんな話してくれたもん。もうそのエピソード来た時もママ大爆笑でした。何してんのこれ。あ、ピンク1号。あ、1号ポンチ。うわ、そんなこと全然ちゃう。これつけて。違う違う、待って待って、変わってる。あ、ラミこたつ一回ミスってくれ。はい、大丈夫。これじゃなかった、これや。一回食べて。そう、一号一回ミスってくれ。ただあ、気をつけてやった。ヘビや。違う、ヘビ、ヘビ、ヘビ振り回す。これが次、これ、これ超怪。これや、これ、これぐらい。で、どうぞ。これ絶対呼び出した。これが、これが、これ兄弟呼び出した。うん、兄弟呼び出した。あ、違う違う、これ、これ兄弟呼び出しよ。やった一号パンツや。あ、一号パンツ。だからもうこうね。それが一号パンツや。一号パンツ。あははははは。一号パンツって言った。それが一号。これが一号パンツ。あ、一号パンツ。ザザザザ。よし。で、これがなんだっけ。ヘビ。ヘビね。ヘビ。これがヘビ。待って待って待って。これ俺かもしれん。だって妹でしょ。妹が俺、お姉ちゃんがおる。妹。来た。ちょっと待って。2歳になる、2歳になるくらいでピンクやイチゴの服を着てしまって、可愛い坊ちゃんねって言われたのは僕ですか。ブー。待て待て待て、これ俺かもしれん。じゃあ誰。じゃあ誰。それまだ分からん。楽しい。あ、よちよちパンツ。うんこまや。どう思う。俺ジョーカーやと。俺もジョーカーやと。そこジョーカー、それジョーカー、ジョーカー違う。マジジョーカーって食べて、それはバリジョーカー。パンツズルズルマン。はい、パンツズルズルマン。はい、誰でしょう。これはマジでわからん。2歳から3歳の頃、地元の神社の行事で街中を歩き回り、もうすぐゴールとなる直前、パンパンになった紙おむつが重みに耐えきれず、釣り落ちて足首あたりに紙おむつがずれたままよちよち歩いていたのは僕ですか。違います。違うんだ。誰だ、誰だ。何ですか。お、ノビ、ヘビ、ヘビか。ヘビ、これは誰なんですか。はい、ヘビ。これ激アツよ。ヘビが今日一文章長い。秋を見つけようという授業の宿題で、友達は落ち葉や栗を拾っていたのに、子供は登校途中で見つけた冬眠しそうなヘビを振り回しながら登校した。もういいな。学校で手をヘビに噛まれ、病院に運ばれ、親は病院に呼び出され、学校からヘビを持ってくるなと注意が来たのは僕ですか。太郎ですね。いや、あの、こういう系の企画動物できたらあなた来いよ。せーの、あ、あーラスト、ジョーカー。バラ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 。今までのやつ集めや。今、いや、おっぱいや、俺は。おっぱいいっか。俺、これはもう全員で淡きに行こうや。せやな。いとこいる人。はい。けど、俺が一番下。けど、俺はもう3つ全部暴かれてるから。番長行こう、番長。番長、番長。おっぱい番長や。パイオツ番長や。それめっちゃおもろいけどな。これ解明やな、マジ。パイオツ番長。パイオツ番長。だって顔痛いからやめて。パイオツ番長。3歳の頃、いとこがいとこのお母さんのおっぱいを吸っていたら、そのおっぱいを横取りしていとこを泣かせたのは私ですか。違います。あれおかしい。ということで結果発表。5。5。いや、俺だな。いや、黒歴史ごめんなさい、今まであれ前と黒歴史ばっかつけてごめんなさい。だったらどうせ出えへんかな。サブちゃんに回す。後で俺と一緒に呼ぶ。今日かそうしましょう。サブちゃん
か、かけるってなったタイミングでカメラ回して。もしもし、母。はいはい。今大丈夫？あんまり大丈夫ではないけど。あ、じゃあ後ほどにしますわ。はいはい。はいはい、すいません。忙しいですわ。忙しいです。なので、この罰ゲームサブチャンにて本日の、この後に投稿されますので、そちらの見てください。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。